ノボヤ・ラドガのニコロ・メドベドスキー修道院のバヤ・ラドガは、ロシア・レニングラード州の中部にある都市。ラドガ湖へボルホフ川が流入する場所にある。州都サンクトペテルブルクからは東へ140キロメートル。人口は9920人。最寄りの町は20キロメートルほど離れたシャシストロイト、ボルホフ。ボルホフ川の数キロメートル上流には、ロシア最初の市とともされることスタラやラドガがある。 現在のノバヤ・ラドガの場所には、15世紀からニコロメドベドスキー修道院があり、その付近には付属の集落もあったが、すぐ上流にはラドガの町があるため存在感は薄かった。大北方戦争中の1702年から1704年、ピョートル一世は前線に近い、この地に造船所を築き、修道院を要塞化して、スタラやラドガの住民に修道院付近に移住するよう命じた。 こうして作られたノバヤ・ラドガの町は、ボルホフ川とラドガ湖を介したモスクワと、サンクトペテルブルク間の水運の中継地となり、18世紀から19世紀にかけて、ラドガ湖南岸を迂回するラドガ運河と、ボルガバルト水路が建設されると、ラドガ運河の通るノバヤ・ラドガは繁栄した。1860年代には、古いラドガ運河に並行して、新しいラドガ運河が建設されたが、 鉄道がボルホフを通って付設されると、水運の重要性は衰えた。1941年から1945年の独ソ戦では、ノバヤラドガは、赤軍の水上部隊の拠点となり、レニングラード包囲戦で孤立したレニングラード市に、対して2年間にわたりラドガ古城を経由した、補給活動を続けた。今日のノバヤラドガの、主な企業は、造船所、電子部品工場、 その他繊維工場などがある。また、ラドガ湖での漁業も行われている。15世紀の修道院や18世紀の聖道群、近隣にあるスタラやラドガの遺跡など、周囲には歴史的な見どころも多い。ありがとうございます。